あ、今夜もね、デュエプルの新カード情報が出ていましたので、皆さんと見ていきたいと思います。デュエニャン皇帝ということで、能力なんですけど、紙と比べると破壊された時に出せる数が好きな数選べるようになったのと、単一制限がついてしまいましたよと、これちょっと残念ですよね。単一制限がね、つかなかったら、まあ、ループできたわけなんですけども、まあ、デュエプレもね、本当にループを、まあ、かなり警戒してますので、まあ、こういったね、カードに単一制限をね、つくのはまあしょうがないのかなって思いましたが、まあ、攻撃後に墓地からね、進化元であるファンキーナイトメアをね、補充してって、破壊された時に進化元にしたファンキーナイトメアを好きな数ね、バトルゾーンに出すという能力で、まあ、デュエプレでね、ファンキーナイトメア、最も低いコストは2マナからいますので、3ターン目からね、侵略していく動きっていうのもね、かなり強いのかなと。序盤からね、まあ、召喚酔いがしないダブルブレーカーパワー6000がね、急に出てきたらめちゃくちゃ強いと思いますし、お宝あったからとね、かなり相性がいいんですよ。進化元をね、補充するためには墓地を肥やす必要があるんで、お宝あったからで、まあ、墓地を肥やしながらお宝あったからで侵略するみたいな感じなんで、まあ、そういったね、動きができればかなりスムーズなのかなと。まあ、でもね、進化元に補充できるカードはですね、コスト6までと限られていますので、極流派ヘルボルフは残念ながら対象外なんですが、流派ウルボルフはですね、コスト6なんで、まあ、補充することができますよと。まあ、ウルボルフとバルボルフ、ゴートゥーフェルのね、蘇生効果と自害効果とかなり相性がいいので、デュエニャン皇帝のね、自身の蘇生効果も組み合わせることで、毎ターンね、相手の盤面除去しながら、まあ、単一制限はね、ついてしまったんですけど、まあ、除去していくことが可能ですので、あとね、ボンスラーっていうね、カードもね、デュエプレにあるんですけど、そいつともですね、かなり相性がいいので、まあ、かなりね、面白い動きができるカードや、これね、だいぶ、もう、プレイングがね、大事になってくるカードですけども、まあ、でも闇タンってね、まあ、そもそもかなり難しいからね、現状でも。で、現世と来世とかもね、いるので、まあ、ファンキーナイトメアをね、中心にしたデッキなのであればね、まあ、ほとんど採用が見込めるね、かなり強いカードなんじゃないかなと思いましたということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。復讐ギャローズということで、能力なんですけど、紙だとですね、手札の進化クリーチャーを相手に見せて2コスト軽減だったんですけど、デュエプルではハンド見せなくても、ハンドにね、進化クリーチャーがあるだけでコスト軽減できるようになりましたと。これね、コスト軽減発動できれば3ターン目に出すこと可能ですので、まあ、侵略者とね、コマンド持ってるので、侵略のね、種に使ってあげるのがね、まあ強いのかなと。超復讐ギャロウィンっていうね、カードがあるらしいんですけど、そのカードにね、なんか繋げていくっていう動きがまあ強かったみたいなんですが、まあ、デュエプルでも実装されるかな ?8 時か9時に発表されると思うんですけど、しかもね、これスレイヤー持ってて、コスト軽減持ってて、侵略者コマンド持ちなんで、まあ、闇のね、侵略デッキとかではね、結構重宝されてくるカードなんじゃないかなと思いましたということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。悪魔竜ダークマスターズということで、能力なんですけど、紙と比べるとですね、ピーピングハンデスではなくなったんですけども、まあ、3枚ハンデスでできるのもね、かなり強力だと思いますし、ハンデスした後もね、ダブルブレーカーで打点に貢献できるのもね、かなり強いのかなと。しかもね、これ種族がデーモンコマンドドラゴンなんで、サポートがね、多い種族になりますので、早めにね、召喚できるっていう点もね、強力だと思うので、これね、ジャックポットエントリーからもね、一応出すことができるんで、最速ジャックポットエントリーからダークマスターズ3枚半ですのね、動きはかなり強力だと思いますし、まあ、闇入りのね、コントロールデッキなのであれば、まあ、広くね、採用が検討できる、かなりね、優秀なカードなんじゃないかなと思いましたということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。暗黒街ベイダーということで、能力なんですけど、ブロッカー持ちで自分のターンの終了時に自分の山札の上から1枚目を墓地に置いて、それがね、クリーチャーであればドローできるっていうね、能力を持ってますよと。これめちゃくちゃ強くないですか?毎ターンね、能力使えますので、うまくね、クリーチャーを墓地に置き続けられれば、まあ、置きドローとしてね、機能しますし、闇文明でね、こんな安定してドローできるカードはね、そんなにないので、めちゃくちゃね、ドローソースとしては貴重ですし、まあ中盤以降のね、息切れを防ぐことができるんで、いや、しかもこれ同時に墓地も肥やせるんでしょ?マジで強くない?これデッキタイプによっては、ドロー以上にね、まあアドバンテージ得ることができると思うので、しかもね、これね、この手の効果としては珍しくて、2位なんすよ。置いても良いなんだよね。
なんでアウトとかを気にせずにドローすること、かつ墓地を肥やすことができるっていうね、めちゃくちゃ万能じゃないですかこれ本当に。しかもブロッカーでパワー4000って高いんで、まあ、ビート相手にもねポンって出してあげるだけでね、まあ割とね止めることができるので、まあ弱いことが一切書いてない、まあ、ベリーレアになったらもううなずけますね。ああまあこれはねかなり強力なカードと思うんで、まあデッキタイプによってはねかなり重宝されるカードなんじゃないかなと思いました。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ9時の目玉カード見ていきましょう。超復讐ギャロウィンということで、能力なんですけど、このクリーチャーがタップされてる状態で自分のクリーチャーが破壊された時に確定除去と墓地回収を行いますよと。このクリーチャーをねタップさえしてしまえばですね、自分のクリーチャーすべてが破壊された時の対象になりますので、相手にねクリーチャーの殴り返しだったりとか除去札をね打たせるのをね結構打ちづらい状況を作り出すことができるね、まあ、結構うざいカードなのかなと、まあ、実質的に、まあ、アドバンテージをね失わずに確定除去を行いますので、場に出ればねタップさせてしまうことができれば除去しようとねすればするほど相手をね追い詰めることができる結構強いカードなんじゃないかなって思うんですけど、あとねこのクリーチャーのタップっていう条件、進化クリーチャーですんで、まあ、召喚用意しないんでね即攻撃してタップすることもできますし、侵略クリーチャーなんで、まあ、侵略でねバトルゾーンに出た場合も当然ながらタップされている状態だと思いますんで、まあ、トリガー踏んだりね、まあ、次のターン相手のクリーチャーが破壊されたとしても、まあ、一度は能力発動できるので、まあ、腐るっていう場面もねほとんどないと思いますし、自爆特攻でね相手のクリーチャーと相打ちした場合も相手のクリーチャー2体取ることもできますので、これかなり強いっすよね本当に。なんでスレイヤー持ちともねかなり相性がいいと思いますし、まあ、さっきねまあ紹介した復讐ギャローズもですね、まあ、まあ3コストに軽減してすぐ侵略することもできますし、ギャローズ自身がですねスレイヤー持ってるんで盤面取ることもできるんで、まあ、かなりね相性はいいと思うんですけど、あとはこのギャロウィン、紙と比べるとですねこのギャロウィン自身も回収できるようになってるんですよ。これねギャロウィン回収できなかったんだよね自身の能力で。なんだけどギャロウィン自身もね回収できるようになったんで、まあ、結構こうねみんなの評価見るとギャロウィン弱いわみたいなね、なんでこいつ SR 枠なんだみたいな感じで結構いろいろ言われてたんですけど、自分はまあ思った以上に、まあ、強いのかなってちょっと思いましたね。まあ、何のデッキで採用されるのかなって言った時に、まあ、ちょっとわかんないけども、まあ、使われたらね使われたら結構うざいカードなんじゃないかなと思いました。ぜひね皆さんのねこのギャロウィンに対するね意見だったり感想ありましたら気軽にねコメント欄で書いてください。今日のね、新カード紹介以上となりますので、またね、明日新カードがね、紹介され次第動画にしていきたいと思いますんで、よろしければね、もう少しでチャンネル登録者3万2000人ね、到達しますんで、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、また明日の動画と配信でお会いしましょう。さよなら。